ハフニウムは原子番号72の元素。元素記号は HF。チタン属元素の一つ。ニールス・ボア研究所のあるコペンハーゲンのラテン語名、ハフニアが語源。灰色の金属。常温、常圧で安定な結晶構造は、六歩細密重点構造で、摂氏1760度摂氏2230度の間では、耐震立方方子。比重は13.31。 有点は摂氏222 22度、沸点は摂氏4450度。点性・塩性に富む。酸化力のある酸に溶けるが、アルカリには溶けない。高温で酸素、水素、窒素、ハロゲンと反応する。原子化はプラス2化、プラス3化、プラス4化。化学的、物理的性質はジルコニウムに似る。天然ではハフニウムは、 ジルコニウムの鉱物にジルコニウムを置換して存在する。知られているハフニウムの鉱物はハフノンのみであるが、ジルコンに比べ非常に珍しい。苗木医師は最大7%程度のハフニウムを含む。ジルコニウムとの分離は極めて難しく、有機溶媒で、チオシアン酸ジルコニウム及びハフニウムを抽出して分離するへ、既存法と呼ばれる手法が開発された。 熱中性後の吸収断面積が大きく、機械的強度、油点が高く、化学的にも安定で、耐食性に優れることから、原子炉の制御棒の材料に利用される。また、酸化ハフニウムは、モスフェットのゲートからのリーク電流対策のための、こういう電率材料として注目されている。その他、酸化物の沸点が、タングステンよりも高いことから、 酸化雰囲気下でのプラズマ電極や、プラズマアークノズルなどにも用いられる。また、陽極酸化によって鮮やかな発色が得られる、ことから宝飾品にも用いられる。1922年、デンマークのニールス・ボーアは、当時未発見だった72番元素はランタノイドでは、なく、ジルコニウムに類似したものだと予言して、ニールス・ボーア研究所のディルク・コスターとゲオルク・ド・ヘベシーに、 ジルコンの分析を提唱。X 線分析と分別結晶を繰り返すことにより1923年に発見。ハフニウムとジルコニウムは性質がよく似ているため、ジルコニウムとの分離が難しく発見が遅れ、天然元素としては最後から3番目に発見された。ありがとうございます。